最初にですね、自己紹介がてら普段どのような活動をされているかを教えていただけますでしょうか。はい、普段はですね、NPO 法人ただいまという団体で、家事シェアを広める活動というのを行っています。で、こういう講演とか講座とか研修とかっていう活動を一つやっているのと、もう一つ、お部屋の環境を整えていくことで家事がしやすい、家づくりをしていこうというようなことで、子育て家庭のための模様替えのコンサルティングというような事業も行っています。このコロナ禍になって、多くなったなという相談内容などはありますでしょうか。コロナ禍で、やっぱり模様替えの相談が今すごく増えているんですけども、その中でも特にこう在宅ワーク、そういう、こう家族みんなが、仕事だったり勉強だったりとか、あとはその家事だったりとかっていうのを一緒にやっていけるかなというようなところで、家作りというんですかね、模様替えをしたいんだというようなご相談っていうのはかなり増えてます。やっぱりそういった模様替えをすることで、あの相談された方たちの生活感とかっていうのはやっぱりだいぶ変わるものなんですか。模様替えやるともう全然変わりますね。やっぱり部屋の使い方から全部見直していったりするので、こう在宅ワークが増えた中で家族分全員分の、デスクを用意することっていうのは、やっぱりなかなか住宅事情上こう難しかったりとかすることってあると思うんですけど、それをこう例えばファミリーシェアオフィスみたいな感じで、みんなで使えるスペースを作ろうとか、そういうこうコワーキングスペースみたいな空間を家の中に作っていこうとかっていうふうにすることで、みんなが作業しやすい環境っていうのを作っていけるので、やっぱり在宅での仕事がやりやすくなったとか、暮らしやすくなったっていうのはもう皆様からいただいてます。コロナ禍前にはなかったような相談内容なのとかはありましたでしょうか。すごい細かいことで言うと、前なかったっていうと、オンライン環境を整える、そのカメラを置く場所を作りたいとか、そういうこうズームとかそういうのをやるのに適した空間を作りたいっていうのは今まではなかったので、ニーズがすごい細かくなってきてるっていうのはあります。では次にですね、今回こちらのフォーラムのテーマでですね、コロナ禍でのパートナーに対する本音というものを募集させていただいたと思うんですけども、そちら多分 見ていただいて、講演の方でも紹介させていただいてたと思うんですけども、この皆さんの本音を見てですね、その本音、数ある本音だったから感じることとかってありましたか。そうですね、やっぱり、結構そのコロナで家から出られなくなったりとか、家族だけで過ごさなくちゃいけなくなったとかっていうのは、息苦しさを感じてる人っていうのはやっぱり結構いるなっていうのは感じます。なので結構二分されてたんですよね、本音を見ても。すごくその感謝の言葉とかがその家族間で言うようになってきたっていうふうに、なってる人たちもいれば、もう逆になんかこううつうつとしちゃってるというような人たちもかなり二分化してるなっていうのはやっぱり本音を見ていても感じますし、普段の活動の中でもすごく感じるところだったりとかするので、なのでやっぱそこのコミュニケーションの部分っていうのをちょっと意識していくことで、自分がこう自分たち家族がうつうつとした方に行っちゃうのか、それとも割とこうハッピーな循環を回していけるのかっていう一つの分岐にもなると思うので、そこら辺のコミュニケーションがちゃんと取れてる人たちっていうのはいい方に流れてるなって思います。このコロナ禍でのパートナーとのおうち時間が長く、多分本音にも関係してくると思うんですけど、より家事シェアの必要性が、僕自身高まってるなとは思うんですけども、これだけはより大切にしてほしいということはありますでしょうか。そうですね、家事をシェアするときに、やっぱりこう一番大切にしてほしいのは、さっきも言ったんですけど、やっぱりコミュニケーションの部分っていうのは一番大切にしてほしくって、
そのお互いが楽をするとか、っていうことだけじゃなくて、あの抱え込むことがやっぱりすごい家族の関係性とか絆みたいなところにも影響してくるんだよっていうところを意識してもらいたいなと思います。なので実際できるかどうかっていうこともあると思うんですけど、それ以上にそういう大変さだったりとか、その鬱屈としているものとかモヤモヤとかっていうのをお互いがこう話し合ったりとかする機会っていうのを、ちゃんと持つようにしたらいいかなというふうに思います。今後ですね、まあ、こういった状況下を踏まえた上でもっとこういった活動をもっとしていきたいなっていうのはとかはありますでしょうか。はい、今後の活動でいうと、あの、まあ、それこそ模様替えのニーズっていうのも家事者のニーズっていうのもすごく高まってきているので、そこはあのどん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 これまで以上に頑張っていきたいなっていうのが、ある一方で、今あの男性の産休、男性版産休っていうのがあの来年からこう施行されるようになったよっていうことで結構話題にもなってるんですよね。でそれって一つのこう男性が家庭にこう携わったり向き合ったりする大きなきっかけになるだろうなというふうにも思っていますので、なんかそれをもっとこう広めていくための、活動っていうのにこう一緒する機会を増やしていきたいなとは思っています。最後にあのそちらを見てくださる視聴者の方に何か一言お願いできますでしょうか。家事をシェアするって、まあ、結構面倒くさかったりとか大変だったりとか、あの煩わしいことっていうのもいっぱいあると思うんですけど、まあ、それをこう築き上げていった先に結構あの本当にシンプルに平和で楽しい家庭像っていうのがあるんじゃないのかなと僕は信じています。なのでもう日々の皿洗い一つ、あの掃除機がけ一つっていうのが、まあ、ただその瞬間めんどくさいとか家がきれいになったっていうだけじゃなくて、家族の関係自体を良くしていく行為なんだっていうことをですね、ぜひ少し意識しながら家事をシェアしてもらえたらいいなというふうに思っております。以上です。